皆さんこんにちは、山内周一です。山内周一のまったりとりけんです。ちょっとコーヒーをいただくんですけど、今12月ですね。まあ、日付はいいか。今日だいぶあったかいんですけど、このぬるいコーヒーがちょうどいいですね。今日あの今からあのラジオの生放送に行くんですけど、ちょっとその前にラジオ前ってどういう心づもりかっていうのをなんかお話しするみたいな、まあ、雑談ですよ、雑談ね。そうですね。じゃあちょっと今日はゲストが来てるんで、ゲストの方 お招きしましょう。この人です。皆さんこんにちは、高校球児の孝太郎です。よろしくお願いします。高校球児の徳くん。高校球児の徳です。今日はあのうちの番組にあのゲストで来てくれるんですよね。はい、そうなんですよ。これからあのお邪魔させていただきます。うん、よろしくお願いします。どうですか。もうでも3回目ですか。そんな来てんだ。確か。ありがとう。今回で3回目ということで。いやでもやっぱ緊張しますよ、相変わらず。さっき電車であんだけ寝てたのに。いやそれ緊張リラックスしてんなみたいな。なんかもう3回目って慣れてきたからそういう作り方なのかなみたいな。あ、なるほどなるほど。うん、違います。そういうんではない。やっぱ緊張しすぎると眠くなりません？いや俺ちょっとないな。あでも南の方かもしれないです、もしかしたら。あそうか、出身がね。出身が僕奄美大島なので、はい、それのやつかもしれません。それ大丈夫？奄美大島の人これ見てた時、はい、なんかあいつ何適当なこと言ってくれてんだみたいにならない？いや多分うなずいてくれると思いますよ。本当に？はい、うん、あ確かにって。最近どうですか高校球児さんは？あ僕らもちょっとあの YouTube チャンネルの方ですね。すこわっ、冒頭からの宣伝こわっ。何この人、普通そういうのさ最後じゃん段取り的に。こわっ、やるわ。いやいやいや、これ10年やってるわ。これはこれは10年やってる人技術が怖いわ。違う違う違う、どうせ最後まで再生してもらえるか分かんないから先言っちゃえの。いや違います違います、そういうそんなもんもう悪だくみじゃないですか。じゃあ概要欄に、いやいやいや、そこまではもう全然 Amazon で買える僕の欲しいもの貼っとこう。いやそっちそっちですか、それもチェックしますよ僕も。なるほどね。いや、まあ、でも最近やっぱりなかなかライブとかも、はい、あの配信で出るぐらいなんで。なるほどね。なかなか出る機会も、まあ、そうか、生のライブはね、はい、難しいのか。そか、配信とかありますけど、まあ、今ちょっと今年2020年は、うん、ちょっとあの YouTube メインで、うん、ちょっと待って、はい、YouTube の話これ続いてるね。あ、違います、あのだからちょっとそれであの先にちょっと行っちゃったっていう形になったっていう。宣伝はじゃないですよ。そう、今そういう活動してますっていう。登録者数がトントン。いやいや、それはでも、いやもう俺なんか全然僕らはですから、前のそれもありましたから、なんかあのちょっとおこぼれもありましたから。おこぼれ、はい、前のその YouTube、 あー、はいはい、元プロ野球選手の方の YouTube。 それさ、なんで名前出しちゃいけないの？いや出していい、高木豊さんの名前。高木豊さん、なんでなんか出していけないことないですけど。あれでしょ、なんか僕らがその売名してるみたいに思われたくないなって。いや売名じゃん、そんないいじゃないですか、だって仕事してたんだから。あの、はい、YouTube かなんかで高校球児って検索するとスペース首って出てくるんですけど、はい、じゃあちょっと今日その真相を聞こうかなと思うんですけど。いやいや、まあ、高木豊さんのチャンネルに、はいはい、まあ、徳君と相方菰田君、菰田さん、名店菰田、はい、出てて、ずっとアシスタントでやってたんですけど、出てましたね、あるタイミングでその高校球児出なくなったんですよね。はい、はい、そうですね。インターネット検索しました僕も、うん、やっぱその今別のアシスタントの方になってすごいじゃないですか、人気チャンネル登録者数も。なんかフリーアナウンサーみたいな方、うん、綺麗な方、森藤さん、森藤さんっていう方がやられてますね。なんで森藤さんになったんだろう、高校球児は何がいけなかったのか。いや、いけなかっただからクビになったっていう話が根強いんですよ。やっぱクビっていうふうにささやかれましたよね、やっぱその当時は。だからその真相を今日ここで教えてくださいよ。いやでもあの真相ってほど別にあれですよ、別に闇が深いとか全然ないですよ。何があったの、ただ実際、実際は。じゃあどっちからなの、これは。でも本当正直それを教えて聞きたい。正直に言うと、まあ僕らからです。うそ、なんでですか、かっこつけなくていいよ。いや、かっこつけないですよ。俺高木豊さんがさ、優しいけどさ、なんかお前らもうちょっとな、そろそろお笑い一本で行けよみたいな、はいはい、もううちはいいからみたいな。いやいや、それは全くないですよ。じゃあ豊さんがもう床に頭こすりつけて、はい、残ってくれって言った。あ、それも全くないですよ、もちろん。でしょ。はい、あ、そう、自分たちから辞めたんですか。自分たちから、まあちょっとこの、なんていうんですか、これからやっぱりやっていくに、うん、結構この登録者数もすごい伸びてたんで、その高木さんチャンネルはそれは面白いもん。今ももう俺も見てる見てる、面白い面白い、超面白い、すごいチャンネルですけど。高木豊さんも好きだし俺。そうなってきた時に、まあ、自分たちがちょっとどうするかみたいな、ちょっと結構こう分岐点というか、天秤にかける場面があったんですよ。なんでだって登録者数増えててさ、はい、そこにアシスタント出てたらめっちゃ美味しくない？いや美味しいですよ、もちろん、うん、ただそれがなんつったですかね、うん、このやっぱりこうやっぱり
お笑いとして、うん、ネタもやりたいって気持ちももちろんあるんで、なるほどね。でもそれでやっぱこれからやっていくってなったら、やっぱその YouTube にがっつりやんないと、そうか、やっぱそれやっぱそういうやっぱどっぷりこうやんないと、登録者数が増えて人気になってるってことはもっと YouTube に比重が増えるから、はい、あーなるほど、っていうところで結構悩みはあったんですよ。ありがたい、すごいありがたい話なんですよ。じゃあ YouTube 一本で行くか、はい、行かないかっていう話だったんだ。本当、まあ、極端に言えばそうです。そういうことか。お前らはそのどっちに住んだみたいな。それは今誰言われてないんですけど、誰が言った、それは言われてないですけど、嘘はダメよ。嘘です。あのでもそのスタッフさんにやりました。あ、なるほどね。その当時の、多分今変わってると思うんですけど、どうすんすか、ね、みたいな、高校球児どうすんのみたいな。そうで、だって毎日のようにアップしてるってなったら毎日動けなきゃいけないし、はい、けど、はいはい、そうだよね、大変なんですよね、はい、野球系のやつとかさ、急にこの選手が FA とかさ、はいはい、移籍するとかビッグニュース入ってきたらすぐ YouTube アップしたいじゃないですか、はいはいはい、そんな時に呼ばれたっても、いや今日お笑いのあれがあるんでとかっていけなかったりすると、豊さんのチャンネルにも失礼だと。だからやっぱ中途半端が一番いけないなっていうのがあったんで、うん、まあちょっと結構悩みました。これは相方ともすごい話し合いましたし、うんうん、ではそれでやっぱりこのもっとこう舞台、やっぱ舞台でネタとかもやりたいっていう気持ちもやっぱあったんで、うん、でやっぱこうそうですね、それでまあ豊さんというか、まあ、その間に入ってもらってる。花輪さんはあのさ、豊さんのチャンネルで、はい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 、ナイツの花輪さんがゲストで来られた時に、はい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 、目の前で高校球児がネタをやるっていう、ありました、はい、あのすごい人気だった跳ねた企画、はいはい、ただ我々その仮にも表に立つ人間からすると、はい、クソ地獄みたいな企画が、まあ、あのもう本当にもうだって天才の前でいきなりあれだって大して言われてもないんでしょ、いきなりネタやってよみたいな。そうそうそう、しかもM1 の審査員やられてますからね。そうだよ。でやって、花尾さんも優しいから、はい、愛があるからしっかり全部ダメ出ししてくださって。はい、でもそこで結構このあやっぱりでもやっぱネタやりたいなっていうのはやっぱあります。気づきましたね。気づくというか、うん、再確認しましたね。あそこは。なんかその一説によると、はい、あの花尾さんの前でネタやってそれで心が折れたんじゃないかっていうのも見ましたよ。そんなことない。いやそんなことないです。むしろ火ついたっすよ。むしろ、はい。まあ、それでまあ話し合って、うん、今回ちょっとここで僕らこういうやっぱりこうもっとお笑いにこうやっぱりやっていきたいとね、やっていきたいで、うん、あのちょっと抜け出してくださいじゃないですけど、それで今 YouTube 始めちゃってるわけだから、やっぱ言ってることがおかしいわけだね、はい、いやいやいや、それはなんじゃあ豊さんにちょっと一言言っとこう、はい、いや本当豊さんには本当にお世話に、ちょっと待って、豊さんにはって言わない、豊さんににしといて、2話って言うとなんかお世話になってない人がいるみたいな。いやいや、そんなことないです。いや豊さんって 今出たな本音が。いや違う、3人でこう演者はですよ、うん、あのもちろんスタッフさんとかもいろいろお世話になりましたけど、うん、もう本当に豊さんにお世話になりましたし、今でもこう連絡取ってますか、うん、あ、そうそう、それみんなファンの人も聞きたいですよね。本当に連絡取ってますか。そうそう、実はそうなんだよ、ね、お誕生日とかもしっかり連絡させていただいてますし、うん、年明けとかもあの週刊誌に抜かれた時も連絡した、あの時ちょっと無理でしたね。ねえ、おめでたいニュースだよね普通におめでたいニュースだよね、はい、あれだから僕ら高校球児の間ですごい盛り上がりました。そのはい、やっぱモテんないろいろやっぱすっぱ抜かれてました、ね、でも、はい、まあ、すっぱ抜かれたってスキャンダルじゃないからね、はい、いいニュースだから別に悪いニュースじゃないですかね、うん、おめでたニュースですから。じゃあこれから、高校球児もお笑いもやりつつ、自分たちのチャンネルで YouTube も頑張ると、まあ、そうですね、やっぱ自分たちの力でやっていきたいっていうのもありましたね。そしてこの後はラジオも、じゃあ一緒に頑張ってくれ、頑張ってお願いします。今回ちょっと僕ピンですけども、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうぜひまたあの、はい、コモちゃんとお二人でもこのチャンネル遊びに来てください。あ、はい、この時はよろしくお願いします。ありがとうございました。というわけでゲストは、高校球児と孝太郎でした。ありがとうございました。ありがとうございました。山内周一まったりトリケンでした。